皆さんこんにちはこんばんはいつも本音で聖書塾を応援ご視聴くださりありがとうございます今回は新たに私たち夫婦の対談形式で番組を進めてまいりたいと思います第1弾目のテーマは聖なるところと書いて聖女と読みますがその聖女について詳しく学びたいというお声をよくいただきましたので 一つずつ皆様と共に学んでいきたいと思っております今日の番組は聖書の中に出てくる聖女と日本人の関係性についての内容になっておりますクリスチャンでない方のためにもできるだけ分かりやすく伝わるように努めてまいりますのでぜひ最後までお付き合いくださいよろしくお願いしますいきなり聖女と言われても皆さん何のことだかという感じですよね そうですよね、うん、まあもちろん世の中一般社会では「聖女」という言葉はなかなか聞かないですよね。うん、まあクリスチャンだったら内容はよく分からなくても「聖女」という言葉は聞いたことがあるという方もおられるでしょうね。うんうん、そうですね、まあ、この聖女という言葉は聖書にしか出てこななない言葉ですからなかなから普通は耳にしませんね、うん、ところでお正月に混雑する場所といえば神社ですが、はい、あの初詣でね。はい 今年はコロナでいろいろ皆さん大変だったじゃないですか。まあ自粛ムードもあったんですが、すね、まあそれでも混雑していてまあ密になったらしいですよね。はい。まあコロナでも散々な年だったので今年こそは良い年になりますようにとの願いをお祈りしに行かれるんでしょうね。そうですね。まあ皆さんこの神社には神様が住んでおられると信じてますので、はい、まあそれで行かれるわけですよね。またこの神社にはお賽銭箱 置いてありますよね、はい、あそこにお金を入れてそして神社の神様に自分のお願いを聞いてもらうために終わりに行くんですよねうん実はこの神社はですね聖書に出てくる聖女がモデルになっているとも言われているんですね、はい、はい。まあ、この聖書の聖女が初めて世界に登場するのは今から約3500年前になりますね、はい、ま一方この 神社に関しては諸説あるんですけども、まあ、その中でも一番古いと言われている説でも大体約2,000年くらい前ではないかと言われてますね。なるほどそれなら聖女は神社よりも1500年も前にに作られてたことななりますよね、うんまあ、そうなんですよねですから神社に神様が住んでいるというこの考え方はですね聖書の聖女から来ていると僕は思うんですよね。はいうん まあ実際に聖女は神様が住むための建物として建てられましたが神社のような似てるような構造なんですよね。まあこの聖書からこの部分を皆さんと一緒にですねまあ考えていきたいと思います。じゃあまず「出エジプト記の25章の8節を読んでいただけますか。また彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が 彼らのうちに住むためである。はい。まあ、聖書に神様が住むと書いてありますね。そうですね。まあ他にもこの聖書の神様は聖所に住んでその中からイスラエルの人々を導いたということが聖書の記録にもあるんですね。はい、え次に出エジプト記の十三章の二十一節から二十二節まで読んでいただけますか。主は 彼らの前に行かれ昼は雲の柱を持って彼らを導き夜は火の柱を持って彼らを照らし昼も夜も彼らを進みゆかせられた昼は雲の柱夜は火の柱が民の前から離れなかった、はい、この記録から聖女は移動式の建物だったっていうことがわかりますよね、はい、そこで何かこの思い出すものってないですか あおみこしですね、はい、そうですね、はい、日本ではお祭りの時にこの神社から神様が出てきてみこしの中に宿られて、うん、そして祭りを人々と一緒になって喜ばれると信じられていますよね、うんはい、実は聖書の中にこのおみこしの元祖となっているような記録があるんですよえ次に歴代史上の十五章の十四節から 15節までで読んでいただきますか。そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を書きのるために身を清めレビ人たちはモーセが主の言葉に従って命じたように神の箱子を棹を持って肩に担った、はい、ありがとうございます。え、実はここに登場する主の箱、これ神の箱ですかね。はい これが、えー、聖書の中に登場する契約の箱と呼ばれるものですがこの契約の箱の運び方もですね 2>,、はい、2本の竿をこの箱についたこの輪っかがついてるんですけどもそれに通して肩で担ぐということですね、はい、そういうふうにして持ち運ぶんですよ。まあ、まさにおみこしをこの担ぐのと似てますよ、ね、で,す、ねはい、でちなみになぜこの竿で運ぶかといいますと。 この契約の箱というものはですねあまりにも神聖なもの、はい、聖なるものですので、はい、人が軽率に直接手ででで触ったたりり箱の中を見すすると死んんしまうからなんですねんある時この契約の箱がべてしめしという村に置かれていたことがありまして、まあ、その時この村人がですねこの箱が気になって気になって仕方なかったんですね。はい、でそこで軽率にも 中を開けて見てしまったんですんそしたら神様の刑罰によって箱の中を見た70人の人たちが死んだと記録されているんですね、えー、サメルキ上の6章19節を見てみましょうベテシメ氏の人々で主の箱の中を見たものがあったので主はこれを打たれたすなわち民のうち70人を打たれた主が 民を打って、多くのものを殺されたので、民は嘆き悲しんだ。はい、主はこれを打たれたとは、うん、神様の刑罰が下ったということですよね。まあ、そういうことですね。まあ、それほど契約の箱はもう聖なるものだったということですよね。そうですね。まあ、それにしても、人間の好奇心って、やっぱり見たくなるものなんですね。<laughs> そ,うそうなんですね。まあ、そういえば、僕もですね、まあ、子供の頃、まあ、誰かから。 このお守りもらってですね、はい、でこれ中を開けて見たこことがあるんですねでこれ子供の時に開けてみたら何か悪いことが起こるかもしれないと怖がりながらも好奇心に勝てなくてですね、はい、そして開けてみたらなんか一円玉よりもちっちゃなコインが入ってるだけでしたが <laughs> <ー> <laughs> まあもちろん当然何も起こらなかったんですが。 まあこれがもし契約の箱だったら僕アウトでしたね。そうですね、はい。まあ話をちょっと戻しますが、<laughs> はい、このようにして、えー、契約の箱はこのお見越しという形で日本に伝わったのではないかという説がありまして、はいえー、日本人にとっても関係があるものなのではないかと思いますね。しかし厳密に言えばですね、この契約の箱の中に。 神様がおられるわけではなかったんですね、はいえー、神様はイスラエルの人たちを導かれる時には、えー、神様のこのご栄光といいますか、はい、光を人間が直接見て死なないようにですね昼は雲でできた柱の中に、えー、ご自身の身を隠してまた夜は火でできた柱の中にまたご自身の身を隠してですね、はい、イスラエルの民の旅を 導かれましたしかしそのうちイスラエルの人たちがこの本物の神様よりも契約の箱そのものを拝んだりまた周りの国に影響を受けて金で作られた孔子の像を拝むようになってしまったので神様との関係が悪化してしてまったんですよ、ねうんまあイスラエルの民が神様から目を離して、うん 別の神様に心変わりして離れてしまったから、うん、神様イスラエルの国を守ることができなくなってしまったんですねそういうことですねうそういえば旧約聖書のイスラエルの国の北半分は、うん、あのアッシリア帝国によって一度滅ぼされてしまってますよねそうですねこれは神様の守りがなくなってしまった結果なんですねまあ実はそうなんですよね あと、あのそこから逃げてきたイスラエルの人たちが。うん、日本に政治を伝えたのではないかという説を聞きますよね。うんうん、これどうなんでしょうか。そうですね。まあ、その可能性はあると思いますね。うん、ええー。まあ、ただ一つ問題がありまして。はい、イスラエルの北の、あ、イスラエルの国の。北半分が滅びた原因があります。はい、ええー、まあ、先ほど言いましたけれども、箱そのものを拝んだりとか。 まあ偶像を拝む偶像礼拝ですかね。はい、まあそういう教えが混ざった状態のまま日本に伝わってきているということが考えられるんですよね。えまあこれが聖女と神社の似て非なるものである部分と言えるかと思いますね、はい。ということは聖書の神様は神社を拝むことはお喜びになられないということですか。そうですね。まあただ神様はとても公平な方ですので。 まあ、この事実を知らなくて、えー、まあ、神社で参拝する方々を責めたりはされないと思うんですね。はいえー、まあ、このことに関して、一行伝の17章の30節、ちょっと読んでいただけますか。神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でもみな悔い改めなければならないことを命じておられる。はい 聖書の神様は知らなかったことに対して問われることはしないということですけどこれって本当に寛大でお優しいい方だなって思いますすね。ね。そうです、ね、うまあ日本人は神社に神様がおられるということを、まあ、昔この北イスラエルから逃げてきた人たちに教えられたのではないかと思いますので是非、はい、そこからさらにですね聖書の視点も取り入れながら さらに学ばれると、聖書の神様にたどり着くことができると思いますね。はい。私も聖書の神様を信じていますが、この聖書の神様は、こうどこか特定の場所に行かなくても、こうん、いつでも私たちがお祈りして神様を呼び求めるときに、うん、心の中でいつでもお会いできるということを知ったとき、こ本当に素晴らしいと思いました。そうですね。はい、まあ。あとどこがこう高いところにいて、うん 人々にお参りされるのをこうじっと待ってる神様ではなくって、この神様自ら私たちのそばに来てくださって、うん、共にいてくださるというところにも,も感激しましたね。そうですね。まあそういえばあの日本ではおみこしが登場するのはお祭りの時ぐらいですよね。はい、イスラエルの人たちがこの神様のお導きによってどこかに移動する時モーセというイスラエルのリーダーがいましたが、はい、いつもこの神様に 呼びかかけててそしてどのようにするべきか答えをもらいながら移動していたということが聖書に記録されてるんですね。はいえー「民数記」の10章の34節から36節を読んでいただけますか彼らが宿営を出て道に進む時昼は主の雲が彼らの上にあった契約の箱の進む時モーセは言った「主よ立ち上がってください」。 あなたの敵は打ち散らされ、あなたを憎む者どもはあなたの前から逃げ去りますように。またそのとどまるとき、彼は言った、主よ帰ってきてください、イスラエルの千の人に。はい。まあこの実際に移動するときですかね。神の導きによって移動するときは、はい、およそまあイスラエルの人たちって200万人いましたので、うんこんなに多くの人が。 完全な秩序に従って行動したと言われてますね、はい、イスラエルの人たちは十二の部族から成り立っていましたが、まあ、その部族ごとに、まあ、一番最初にこの契約の箱を先頭にしてですね、はいえー、そして神様の御命令に従って秩序正しくきちんと並んで行進したと聖書に記されてありますね。はい、まあこれだけの人たちが一切 この対立から乱れずに秩序正しく行動できたなんてもう驚きですよね。うん、そうですね。うん、あの日本各地の祭りでも、うん、たくさんの人々がこう町の中を踊ったりおみこしを担ぎながらこう練り歩きますけども、うん、それもここから来ているのかもしれませんね、うんうん。そしてイスラエルの人たちの中でこの行進の時に契約の箱を担げる人たちがこのレビー人の とという人たたち決まってたんです、ねはい、ええー、新明紀の31章の九節をちょっと読んでいただけますかモーセはこの立法を書いて主の契約の箱を担ぐレビの子孫である祭司およびイスラエルのすべての長老たちに授けた、はい、無秩序に担ぎたい人が誰でもというわけではないんですね、うん、そうですね。 まあこのように聖女というものはですね神社としてまあ日本人にも関係があったのではないかと思うのですがまあ先にちょっと触れましたようにイスラエルの民に神様が聖女を作らせた時の最初の状態からとても変化してしまったという事実もあるのかと思われるんですね。ししししかかし深いい日本本人だからこそ神神社について正しく理解し本当の神様を 正しい視点で見ることができるようになれば今まで神社にいると信じられていた神様との関係についても、はい、全く新しい理解が与えられて本当の神様ともっともっと良い関係を築くことができるようになると僕は信じているんですね、はいまあ、何事もこうルーツを知ることって本質を知る上でとっても大切だと思いますね。うんですね まあこのような形で日本人の皆様にも是非聖書に出てくる聖女を知っていいたただきたいですね,そ,ですねそして神社の神様に手を合わせていたことが実は知らないうちに聖書の神様に手を合わせようとしていたことだということを知っていただけたら、うん、もっともっと聖書を通して本当の神様を身近に感じていただけるかもしれないですね。う えー、本日は「聖女を知る上で遠く離れたイスラエルの民に与えられた聖女が我々日本人とどう関係があるのか」というお話でした、はい、次回はこの聖女がどういった目的で作られたのかということについてお届けする予定です最後までご視聴くださりありがとうございました次回も是非ご一緒に学んでいきましょうそれではさよならさようなら